時価格。やってきました。桜学院科学部科学究明機構ロジカのロジ科学。研究員の皆さん、お元気ですか？元気です。はい、元気ですね。じゃあ今日は一番好きな元素と一緒に自己紹介。はい、磯野研究員です。好きな元素は P です。はい、P はリンやねんけど、リンは同素体が多い。はい、じゃあ次。佐藤研究員です。好きな元素は Mg です。はい、マグネシウムはデイビーさんが発見しました。はい、じゃあ次。堀内研究員です。好きな元素は Fe です。Fe は鉄やねんけど、鉄はメジャーなやつやな。はい、それでは今日も元気に科学究明していきましょう。今日のテーマはこちらです。佐藤ひなた研究員を究明せよ。おー、それでは堀内研究員、磯野研究員、佐藤研究員をどう究明しましょうか。はい、佐藤研究員はやっぱりその名の通りポッコポカなので、ひなたがいいと思います。賛成。なるほど、じゃあ今日は佐藤ひなた研究員のひなたということで、太陽を使った実験をしましょう。おー、今日はなんと太陽の光を集めてご飯を炊きます。ご飯炊けるんですか？そうなんですね、それを確かめるのが実験なんです。じゃあ早速実験装置の製作をします。よろしいでしょうか？はい、了解しました。ロジ科学。これを切るか。オッケー、ラジャー、またラジャーね。じゃあ、一個ずつ塗るか。うん。あ、先生。あった。おー、完成。やったー。やったいい。実験装置完成。イエーイ。おー、いい感じにできたやん。ありがとうございます。じゃあ早速実験しに行こう。行こう行こう。行きまーす。行きまーす。ピッ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 。絶対それいい。よし、それでは早速実験始めます。イエーイ。いやいや、ちょっと待って。はい。あ、さ、天気さ、めっちゃ曇ってる。でも、あ、太陽ってもうちょっとしたら多分来てくれるっす。そうっす、うん、でも太陽さ、完全に隠れて持ってるわ。なので、今日はこの実験でご飯を炊けません。米くん食べれないんすか？じゃあさ、太陽の光じゃなくて照明の光でご飯炊かない？おー、ナイスだね、伊豆の研究員。照明の光でやんの？照明の光って太陽の光とスペクトルとかが違うから僕はできないと思うねんけどな。いやでもそれをやってみるのも実験やからやってみよっか。はい、はい、それじゃあ実験内容変更します。照明の光でご飯を炊こう。イエーイ。それじゃあ早速研究室行っちゃいます。レッツゴー。どうも。よし、よし。はい、研究所に戻ってまいりました。戻ってきました。それでは照明でご飯作り始めます。はいはい。これ全部を置いて、はい、よし、パン粉を置いて、よいしょ、謎よいしょ。せーの、オン。ついたー。よし、じゃあこの装置の説明やねんけど、この装置は
光がシートに反射して効率よく飯盒に集まるようになってんねん。で照明の光でできるか分からへんけど、このままじゃあ放置してみよう。はい、はい、それじゃあ2時間放置します。行こう、行こう。まだだね。うん、まだっすね。そうだね。行こっか。しかも横浜くんのガモメくんは最強っすね。そうなの？そうなの？かっこいいっす。はい、というわけで皆さんがいなくなってからおよそ4時間が経ちました。おお、すごい経ちましたね。はい、いよいよこのご飯ができているかをチェックしたいと思います。はい。はい。わー、楽しい。ね。はい、その前に堀内研究員、はい、これできてると思いますか？いやー、やっぱり照明くんも頑張ってパワー注いでたのでできてると思います。なるほど。はい、じゃあ早速飯盒を取り出してみましょう。はい、ではまず照明のスイッチ消してください。ついに4時引きました。せーの、あ、おお、よし。じゃあその装置の中から飯盒を取り出しましょう。はい、他の実験道具はちょっと横に。はい、あ、できてるかな。ね、どうだろうね。袋の変化は何かある？水蒸気がこう、とかに、あ、下の方とかに結構出てる。ついてますね。おお、こことかも結構、あります。よし、じゃあ照明でご飯は炊けるのかということで。はい、はい、じゃあどうぞ開けてください。はーい、あ、なんかすごいじゃん、匂いがさ。次、じゃあパン、ちょっと待ってください。開ける準備ができたら。硬い。ここ頑張ってやってくれた。あ、あ、ついに。お、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 ちょっとこれは。お、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 水が出るご飯かみたし。べちゃべちゃ。べちゃべちゃかな。なんか虚しいね。ということは、これは。はい。まあ、太陽の光じゃないからやっぱりちょっとできにくかったのかな。ね、太陽の光と照明じゃやっぱ性質が違うのかもしれないですね。うーん、ご飯食べたかった。あ、ご飯食べたかった。いや、まあ実験には失敗がつきものやから、うん、まあ、このご飯は後で炊飯器で炊いてみんなで食べましょう。やったー。食べれるじゃん、ご飯。はい、それでは佐藤研究員、今回の実験を締めてください。はい、ポッカポカの日向ということでやっぱり太陽でやりたかったなっていう残念な気持ちはあったんですけど、でもやっぱり太陽の性質と照明の性質が違うんだなって思ったので、これからたくさんもっと究明していきたいなと思います。以上、佐藤日向研究員の究明完了しました。今回は研究課題が発生したので、これからもどんどん究明していきたいと思います。エンター、シャットダウン。いただきます。いただきます。